もうなんで？チャプター22。あの、失礼します。また、一木のところへ行くのか？あいつを信用するな。あいつは嘘つきなんだよ。もう、記憶の改ざんなんてあるわけない。もう、何が嘘で何が本当なのか、もう誰を信用していいんだ、これ。どうすんの、もう。そうだ、もう一度。もう一度、あそこへ行ってみよう。葵と約束した、あの場所へ。井戸のところに行くの？もう、もう誰が味方なの？もうみんな嘘つきなんじゃないの？みんな嘘ついてんじゃないの、これ。もう誰も信用できないよ。あの井戸だ。そうだ、この井戸に葵が落ちて、それを僕が助けたんだ。僕が助けた？この井戸に。あ、大丈夫？あれ、落ちた？大丈夫？真っ暗になっちゃった。あれ？そうだ、井戸に落ちて。気を失ってたのか。いてて。足、怪我してる。とりあえず、この井戸を出ないと。いた、だ。ダメだ。浅い古井戸なのに、痛くて登れない。はぁ、何やってるんだろう。井戸を覗いてて落ちるって、しかも登れない。ふふ、あはは、はは、はぁ、このまま誰かが来るまでこのままなのかな。わぁ、暗くなっちゃった。あれ、白くなった。ん？誰？ハルト。ハルト。これは夢？今、助けるからね。そうだ、昔も。これと同じ。あれ？あ、昔の記憶？やっぱりないな。全部、刈り取られちゃったのか。あ、そうだ、この井戸の底になら、種が残ってるかも。そこが暗いな。よく見えない。あるかな？ハルト？え、うわ。あ、葵ちゃん？ハルト。いてて。ハルト、大丈夫？ごめんね。私が声かけたから。葵、なんでここに？あ、その、つけてました。へへ。そうなの？ごめん。そうなんだ。で、そうだ、種は。ダメだ、ないや。ハルト、何してるの？ううん、なんでもない。そっか、そうだ、それより、今助けるからね。大丈夫？大丈夫、ありがとう。
誰か大人の人を呼んできてくれれば。ダメだよ。こんなところで一人だと寂しいでしょ。少しくらい平気だよ。いいから、ほら手を伸ばして。葵。私のせいだもん。ハルトを絶対一人になんかしない。あともうちょっと。葵、やっぱり誰か。いいの。私がハルトを助けたいの。お。上がれた。ふう。ふう、よかった。なんとか上がれたね。体はなんともない？うん、大丈夫だよ。なんともない。ありがとう。本当に？どこか怪我してたりとか。それに、ハルトはもともと体が弱いんだから、自分では大丈夫だと思ってても、あれ、セリフ？大丈夫。ちょっとびっくりして落ちちゃっただけだし、血とかも出てないから。はあ、私が急に声をかけたから、ほんと、ごめんね。ああ、セリフが逆になってるね。本当に大丈夫だって、気にしないで。ところで、何してたの？花の種を探してた。花？そう、千代い草っていう花で、7年に一度咲く花なんだ。少し前、ここで咲いてるのを窓から見たんだけど、すぐに全部刈り取られちゃったみたいで。それに、もう時期的には枯れてるんだけど、もしかしたら井戸の底になら刈り取られなかった花の種が残ってるんじゃないかと思って。それで古い井戸の底を覗いてたんだ。うん、もし、その、種があったら、葵にプレゼントしようと思って。私に？その、昨日あんなこと言っちゃったから、あれから反省して、ああ、そういうことか、そこに繋がるんだね。もう、いろいろ早口で、いろいろ言っちゃったからってことか。ここの千代い草は、これから7年後に咲くから、だからその時また、一緒に花を見れたらいいなと思って。でも、やっぱり全部刈り取られちゃったみたい。種もなかったよ。そうなんだ。でも仕方ない、うん。草木ってね、見た目よりずっと強いんだって。だから簡単に全部枯れちゃったりしないよ。きっとその強い草って花も今はわからないけど、どこかに残ってるんじゃないかな。そうかな。だからね。だから、ハルト、7年後にまたここへ来ようよ。え、すごい、まるっきり逆なの。二人で一緒に。ダメかな。ううん、わかった。絶対来るよ。やった。じゃあ約束。忘れないよう、リボンの裏に日付書いとくね。あ、リボンの裏になるんだ。ちょうど7年後だから、3月の。そうだ、ぴったり4月1日にしない？葵の好きな方でいいよ。じゃあ、4月1日だね。わかった、7年後の4月1日、この場所で。絶対忘れないでよ。うん、絶対、約束。全部逆なの。そうだ。僕が葵を助けたんじゃない。葵に助けられたんだ。そして約束した。7年前、この場所で。やっぱり、葵はいたんだ。でも、どうして、あべこべで覚えてたんだろう。ハルト。
誰だ？誰？あら？お、二人。ハルト。ハルト、大丈夫？さっき、リク、どうして？あれ、この二人って同い年なのかな？なんか、近そうな気がする。怪我したのか？大丈夫、今助けるから。ほら、手を伸ばして。うん。ちょっとお兄さんとお姉さん的な感じなのかな？ふぅ。はぁ、はぁ、ごめん、ありがとう。ハルト、ハルトだよね？ああ、うん。そっか。で、そうだ、怪我は？大丈夫？あ、ちょっと足をくじいちゃったみたいで、力を入れると痛いけど、まあ大丈夫だよ。なんで井戸の中になんていたんだよ。それは、下を見てたら、その、落ちちゃって。はぁ？なんだよそれ。はは、自分でも恥ずかしい。で、そうだ。なんで二人がここに？ほのかが教えてくれたんだよ。ハルト君に似た人がこっちに入ってくのが窓から見えたって。そっか、ほのかが。それより、ハルトこそ今まで何してたんだよ。7年間も。うんうん。それは、ちょっと待て、何を話すんだ？葵がいたから何なんだ？何も変わってない。カケルの病気は治らないって、ほのかは助からないって。それを話すのか？そんなこと、そんなこと話したら、ハルト？どうしたの？ハルト。もうそうか、この二人、カケル君とほのかちゃんの、もうね、近い人だもんね。あ、もしかして、足が痛むの？え、あ、うん、そうなんだ。足が痛くて。いてて。おい、大丈夫か？病院はもう閉まってるし。どうしよう。ちょっと痛いけど、このくらいなら歩くことはできるから大丈夫。家まで帰るよ。家って？あ、うん。今春休みでこの町に戻ってきてるんだ。また明日いろいろ話すよ。二人とも病院にいるでしょ？あ、ああ、そうだな。うん、わかった。じゃあ明日、診療棟の4階で待ってる。うん、4階だね。わかったよ。じゃあね。なんだ？なんか気になってるのかな、リク。何やってるんだ。これじゃ逃げたのと一緒だ。でも、言えないね。うわ、ハルト君一人で悩んでる。やばい。ちょっとこれはすごいプレッシャーだ。うわ、話したくても話せないもんね。うわ、一人で悩むなきゃいけないの、これ。きついな。でもあの二人には一番話せないよ。かけるくんとほのかちゃんだもんね。いやー難しい。寝よう。あーもう寝るしかない。31日水曜日ね。いつもより早く起きたな。水曜日から先にいつも進まないんだよね。この先に進めないのかな、いつも。この先は何も起こらないの？水曜日。今度は何が起こるんだ？あれ？病院は行けないのか？こっち？お、美月先生。病院へ行きたくなくて来ちゃった。あ、そうなんだ。
そうか、二人がいてか。いや、今日も先生に用事かい？まだ診察時間前だから、今ならいいよ。いえ、今日は、何か悩みでもあるのかい？悩み、そうですね。あれ、門間さん聞いてくれるの？はは、そうか。まあ、俺に何か言えるってわけじゃないけど。そうだな、コーヒーでも飲むか？コーヒー。ああ、青春はほろ苦いってな。何それ。あの、フラペチーノってできますか？はは、悪いけど、そういうのはできないな。冷たいのがいいのかい？あ、いえ、友達が飲みたがってたので。そうか。まあ、お店とかに行かないと難しいんじゃないか？ですよね。で、普通のコーヒーでいい？はい、ありがとうございます。ああ、じゃあちょっと待っててくれよ。ちょうどこの前新しいコーヒーメーカーを買ってさ。自慢になっちゃうけど、これが結構いいやつなんだよ。それに豆も高いやつだからさ。めっちゃコーヒー語るね。実は結構価値あるコーヒーかもだよ。ははは。はは、門間さんってコーヒー好きなんですか？あれ？俺、名前言ったっけ？あ、そっか。あ、あの、先生から聞いて、すみません。ああ、いいのいいの。門間でいいよ。そうだな。昔、よく職場で豆買わされててさ。その時からかな、凝り出したのは。へえ、そうなんですか。そうそう。最初に小さいコーヒーメーカー買ってさ。それから少しずつ凝り始めてな。だんだんいいマシンが欲しくなるんだけど、やっぱりいいやつは高いんだよ。それでこの前、ついに業務用レベルのマシン買ったんだけど、それが使い方全然わかんなくてさ、あはは。あはは、大変ですね。そうそう、それで結構ひどい火傷しちゃって、待って、急に音楽こ、え？あ、やけど？え？あはは。ほら、見てくれよ。え？手首なんだけど、やば。な？うわ、あと残らないといいけどな。うわぁ、ほんと、笑い話だよ。急に笑えなくなってきた。コーヒー作ってやけどなんて。しかも、利き手の右腕って、なあ？あはは？はは？え？あ、空木くん？どうかしたかい？うーわ。鳥肌やばいね、これ。うわぁ。チャプター22、一人の部屋、エンド。いや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 、後半読めなかったよ、ちゃんと。うわ、そう、でも本当に、本当にそうなのか？